皆さん、こんにちは。妙流寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、我々なの人生の中にはですね、えー、人生の軌道に立たされるときがありますね。それは、えー、例えば、この学校に行ってもいいのかなとか、ここに就職してもいいかなとか、この人と結婚してもいいかなっていうときなどは、 えー、自分の人生が大きく分かれる場面ですからすごい悩みますねけれども人間っていうのはなかなか自分が思った通り想像した通りにいくっていうことは難しいと思いますね。そんな時にですね当時では初代の時代よりお伺いということをしております。お伺いいと言いますのは神様に 自分の進むべき道ををしし示していいただくこととおお伺いと呼んでおります例えば、えー、この学校と本当に行っていいんですかと聞いたり、えー、この人と本当に結婚しても幸せに末永く暮らしていけますかということを神様にお伺いいたします。 今現在ね、えー、そのようなあ人生の機能に立つされてて、えー、悩まれてる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度当人にご相談してください。きっとお力になります。